2019年12月17日火曜日8時回りました。今日ですね、ここ徳島県に入りました。ここはですね、白鳥公園に行く予定だったんですけど、通り過ぎちゃってですね、急遽昨日の夜ですね、温泉、近いところの温泉に入って、で、まあ、検索したら一番近いところがここだったので、ここにですね、車中泊させていただきました。ちょうどですね、国道11号線ですね、国道11号線沿いの岩盤の上にですね、ちょっと展望スペース、駐車場を作っているようで、ここですね。ただ展望のですね、駐車スペースだけでですね、特段トイレがあるわけではありませんので、ちょっと休憩するような、そんな感じのところですね。でちょうどですね、岩盤がせり出てるところがここの展望スペースだけなんですね。でちょっとこちらの砂浜っていうか砂利浜っていうかいうところがちょっとあるんですが、まあ、ここですね、ちょっと降りられるかなと思ったんですけども、ちょっと降りられる場所がですね、ないですね。ちょっとテトラのところを足がかりにしてですね、ちょっと降りてはみましたけれども、で徳島に入って、やっぱあれですかね、太平洋に近いからでしょうかね、岡山の海と、あと香川の海、まあ、香川はですね、もう工場地帯だったので、まあそれほどね、綺麗とは思っては見なかったんですけども、まあ海の色はですね、綺麗なんですけども、透明度がですね、ここの徳島にもう入ったばっかりなんですけども、まあここの海と比べるとですね、まあ、香川と岡山と比べるとですね、透明度がこちらの海はですね、いいですね。瀬戸内海です。同じ瀬戸内海なんですけども、多分潮の流れがやっぱり違うんでしょうね。ちょっと離れるともう透明度がですね、全然いいですね、こちらの方が。まあ岡山とかね、香川の方も海の色はね、ちょっとグリーンで綺麗は綺麗なんですけどね、透明度に関してはこちらの方がいいですね。でこれからですね、鳴門の方ですね、鳴門の渦を見に行こうと思って来てるんですけども、鳴門の渦がですね、9時かな、今日は。なのでそれにちょっと間に合いたいので、もうですね、スズクさ出ないといけないですね。ここから25キロぐらいの地点ですね。なのでもう8時回ってますからね、これね、ギリギリ間に合うかどうかですね。はい、それではですね、勝手に車中泊ポイントでした。